ボンジョルノ、エリコです。はい、今日は私のリアルなモーニングルーティーンを撮っていきたいと思います。見てください、この散らかったテーブル。夜仕事が終わるのが遅くて、でもこれは言い訳なんですけど、片付けるのが面倒で洗い物はしょっちゅう朝やってます。キッチンもご覧の通り散らかったままですね。はい、まずは片付けましょう。ちなみにこれは旦那が朝ごはんに食べたクッキーですね。旦那の朝ごはんはバナナかクッキーって決まってるので、作ったりしなくていいので楽です。祭り祭り。はい、すいません、私最近ですね、藤井風さんがもう本当に大好きで、もう常に頭の中で彼の曲が鳴っているという感じでして、よく鼻歌を歌っております。で、洗い物といってもですね、最近こちらの食洗機を買いまして、もうここにどんどん食器を入れていくだけなので、かなり楽になりました。はい、そしてある程度片付けができてきたら、自分の朝ごはんの準備でまずはコーヒーを入れます。ミッフィーがありました。実は最近いろんな方の YouTube を見てて、朝ごはんでまず胃の中に入れるのは白湯か味噌汁がいいって見たので、最近は甘い朝ごはんを食べるんですけど、その前にとりあえず胃に最初に流し込むのはお味噌汁にしています。もうね、お味噌汁とカフェラテなんて全然組み合わせ合ってないんですけど、お味噌汁を飲んでからカフェラテと甘い朝ごはんを食べます。そしてこれはちょっとヨーグルトにピスタチオの粉をかけるのが最近マイブームです。ヨーグルトときな粉の組み合わせもすごく好きなんですけど、このピスタチオもね、美味しいんですよ。スーパーに普通に売ってました。砂糖砂糖よし。で、私の朝ごはんも基本はクッキーとか甘いパンですね。いや、太るって分かってるんですけど、なんかもうイタリアに来てからは甘い朝ごはんが定着しちゃって、甘いものをすごく食べたくなっちゃうんですよ。入りたいのかな。チャオペペボンジョルノアロゴロンするの、かわいいね、ゴロンペペちゃん、よかったね、今日晴れてて嬉しいね、怖いよ。朝ごはんの後は洗顔と化粧をしていきます。最近使ってる洗顔フォームはなんていうんだっけ、ラロッシェポゼのやつです。そしてクリームは資生堂です。軽くお化粧していきます。今日は午前中日本語のレッスン入ってなくて、12時半から1時半まで趣味のスペイン語のレッスンが入っています。で、普段ね、旦那が朝7時半に出かけて、でもね、仕事が12時半ぐらいに終わって、
お昼ご飯食べに帰ってくるんですよ。中学校の先生で公務員なんですけど、ちょっとありえなくないですか？日本の学校の先生って部活があってすごい忙しいイメージがあるんですけど、イタリアの学校で部活とかもないんで、なんか朝の8時ぴったりからもう授業が始まって、ひたすら授業がもうぶっ続けであって、でもう12時ぐらいには学校が終わるらしいですよ。だからもう12時半には家に帰ってくる。で、子供たちも先生たちも家でご飯食べれちゃうっていう、日本じゃ考えられない。ちょうどお昼ご飯の時間に私レッスン入ってるから、多分もうレッスン終わった頃には適当に自分でパスタ食べてるんじゃないかなって思います。で、他の日は私も午前中に日本語のレッスンが入ってることもあるし、でも大体お昼は一緒に食べるんですけど、ほとんどパスタです。彼が昼はパスタがいいっていう人で、でそのパスタも毎回毎回凝ったパスタを作るわけじゃなくて、ほんとシンプルにトマトソースだけとか、アリオオリオ、ペペロンチーノとか、シンプルなパスタがいいっていうから、すごい楽です。それこそ出来上がりの瓶詰めのソースとかも彼が好んで自分で買って食べるっていう。だから毎回毎回ソースを考えて作らなくていいんですよ。もうほんと茹でるだけ。ランチはすごい簡単に済ませるんだけど、私はなんかね、パスタをね、お昼にがっつり食べるとその後眠くなるんですよね。だから私は量を少なめにしたり、あとは私だけなんかご飯にしたりとか、彼はもう毎回パスタがいいんですけど、私はちょっと毎日パスタはあれなんで、私はサラダとパンにしたりとか変えたりします。とにかくお昼は一緒に食べることがほとんどで、夜は逆にね、私が日本語のレッスンがちょうど夜ご飯の時間帯に毎日ほぼ毎日入ってるんですよ。平日はなんか6時から10時半ぐらいまでがレッスン入ってて、ちょうど夜ご飯の時間帯じゃないですか。本当に夜は適当です。で、旦那さんも昼がっつり食べて夜は軽くでいい人なんですよ。夜は炭水化物を食べたくない人で、昼にパスタがっつり食べて夜はもうなんか野菜とサラミとかなんか豆のスープとかそんな感じなんで、なんか自分で適当にやってくれてます。まあ時々私がなんか肉じゃがとか作っておいて、それを先に彼が食べて、私がレッスン終わったら食べたりとか、あとカレーとかもたまに作るけど、一日ほんとあっという間ですよね。午前中はその日によるっていうか、まあでも朝早朝に毎日起きて出勤しなきゃとかはないんで、それは本当に楽です。まあ割と遅く起きてゆっくりコーヒー飲んで、で作業に取り掛かるっていう感じですね。まあこんなのんびりな生活をしております。じゃあ今から動画の編集作業に取り掛かります。ちょっと休憩、今11時半か、ちょっとだけ休憩してから、12時半からあと1時間後にスペイン語のレッスンなんで、ちょっと復習もやんなきゃ。これはですね、佐賀県で買ったかな、緑茶です。いや、スペイン語のレッスンはね、1週間に1回できればか、もうどうしても忙しい時は2週間に1回とかなんですけど、マドリードに一人旅で10日間ぐらい行った時に語学学校にちょっと通って、でその語学学校で教えてくれた先生が今ね、オーストラリアにワーホリでちょっと移住してて、でそのオーストラリアからオンラインで今個人レッスンを受けてるんですよ。おー、鮮やかなグリーン。そうだから、その先生スペイン人なんですけど、女性の先生、すごく優しくて分かりやすくて上手ないい先生です。毎回宿題が出るんだけど、皆さんなんか宿題とかってコツコツできる方ですか？私はもう直前にならないとできないんですけど、今回は珍しく宿題はもうやってるんですよ。ただなんか今やってる文法が結構活用を覚えなきゃいけない文法のところで、ちょっとこのお茶を飲みながら声に出して動詞の活用形の練習をしなきゃです。揚げ丸せんべいです。うん、なんかね、メールもね、返信しなきゃいけないやつがめっちゃ溜まってて、ああそれがちょっとストレス。なんかなぜかっていうと、イタリア語のメールだから、なんていうのかな、なんか自分だけじゃわからなかったり、旦那にちょっと
訂正してとかこれどういう意味ってこう助けを求めないといけないことが多くて、ってなると常にいるわけじゃないし、いてもなんか疲れてたりとか、あ今したくないって言われたりとか、そう彼が助けてくれないと進まない作業っていうのが結構あって、でそれがやっぱ自分のペースで進んでいかないから結構ね、そこがストレスかな。まあ、彼に申し訳ないんだけど、これ見て、これはねイタリアの文房具のレガーミっていうブランドの、これなんだと思います？これ今ちょっと無意識に取っちゃったけど、手がカサカサしてるから、これ実はハンドクリームなんですよ。見て、かわいいの。でね、本当はこれ誰かのお土産のつもりで買ったんですよ。誰にあげよう誰にあげようと思って、もうなんか数年経っちゃって、でさすがに数年経ったクリームをなんか人にあげるのもちょっとなってことで、ちょっと今自分で最近使ってます。文房具屋さんなんだけど、クリームもいい。ほのかになんかバニラの香りがする。あーメールが溜まってる。案件とかを断るにしても、やっぱ返事しないのが一番良くないじゃないですか。無視する、無視しちゃってるのがいっぱいあるんですよ。本当申し訳ない。もうねスペイン語これにずっとファイリングしてるんですけど、なんかね全然復習とかやってないから全然上達しないんだけど、次いつスペイン行こうかな。マジしょっちゅう行きたい。近いし言葉も近いし、あー緑茶とおせんべいなんて最高な組み合わせ。これね、その先生が動詞の活用のルールをまとめてくれてるんですよ。ですごい分かりやすくまとめてはあるんですけど、字がね、日本人ってさアルファベットさ学校で勉強した時ってめっちゃもうなんか書道みたいにさ、一個一個丁寧に書き順とかも勉強して、筆記体も勉強して、結構日本人の書くローマ字ってすごい読みやすいんですけど、こっちの人、ヨーロッパの人の、イタリア人もなんだけど、字ってすごい癖があって、多分これは下手とかじゃなくて癖なんですよね。すっごい読みにくいの。だからすごく上手にまとめてくれてはいるんだけど、ちょっとなんか読むまでに、字を認識するまでに時間かかる。ちょっと例えば見て、これとか E に見えるじゃないですか。でもこれ R なんですよ。 R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 、 これも R。 すごい癖ありますよね。その先生のいつも書く文字に見慣れないと、特徴をつかめないと、まず書いてることがわからんっていう。Es que yo no quería decir a mis padres que van a preocupar, pero mi padre es necesario que trabajes hasta tan tarde. Chao, Pepe. Yo finito la lección de español. Hi. Chao, Kairi.あやちゃん、今からパスタ食べんの？今帰ってきました。パスタ作ってくれてる。今もう、でも、もうすぐ2時です。今からパスタ食べまーす。お腹すいたねー、ピピー。ちょっと待ってねー。ピピ、ご飯食べようか。ピピちゃんもそれほど食べたいね。ね？ちょっと待ってね。はい、皆さん今日も動画を見てくださってありがとうございました。チビディアマラプロシマ、またねー、チャオチャオ。